見える開花メルマガン。こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大介です。本日はですね、この量子力学的なメイクでいかにこう美しく輝きをね、見せるかというところの話に入ります。で、メイクをされる方というのは、この細胞とかね、水分含有率とか角質がとか毛穴がとかっていろいろされると思うんですけれども、その細胞とかですね、えー、細胞の中の水分含有率とかっていうものを全部 分子原子で素粒子ですよと。で、素粒子がゼロポイントフィールド側からいつもこう出現しているので、そちらの仕組みの方を理解しながらですね、じゃあそこをどうやってこう美しくなるか、そうすると、あまりこう、ね、この表面をこう、あのー、メイクだけではなくって、内側からの本当の輝きが出ますよというところの、ね、お話に入りたいと思います。では、画面の共有です。こちら、量子的メイクで真の美しい輝きーと。で、皆さんがですね、この量子 量子側の領域ってどうなってるのかなというとですね、お体がありますよ。こちら古典物理学って言うんですけども、それらミクロで見ていくと、皆さんのお体がね、もう水素、酸素、炭素、窒素っていう、こう、原子、この金色の玉がですね、水素とか炭素とかっていう原子になってます。で、この領域を、えー、分子原子からミクロの世界を量子力学側と言います。で、このね、金色の一粒一粒が、うわー こうなってますよと。これは水素の一粒で,で、この水素を水素、酸素で集めたのが H2O で、お水になってますよと。で、これ、まあ、炭素もこんなような感じで、炭素をいっぱい集めたのが、皆さんの細胞膜になって、で、お肉、お肌になってますよということになってます。なので、お肌細胞とかはですね、元をたすと、た元をたどると、このブワーってなってるものですよと。これを集めた、この金色のね、玉を集めたのが、このお、 を体にななってますよという形なんで、すねでじゃあ、このね、出現をどうすればいいのかっていうと、私たちの意識、フォトンっていう光の素粒子で、このゼロポイントフィールド、こ黒い背景なんですけども、ゼロポイントフィールドに私たちの意識を突入させて、こう物質をね、えー、表しているので、そこをですね、イメージで言うと、どんな感じかなというと、この物質化のイメージなんですが、水にね、パチャン っってやっててや波がスーって起きてますよというのがまさにねこのお肌の感覚とかねいろんなものに対しての感覚なんですがお肌そもそも何もなくてこのゼロポイントフィールドっていう水水面に対して自分がね綺麗だなとか愛してるよってポチョンってやるとそれでこのお肌が綺麗だな愛してるよでこう出現してくるようなこの出現この波がですね え素粒子になってくるんですねもっと本当は細かいんですけどもで、この細かい波を集めたのが皆さんのお肌なので、ただね、味が変ない、急いでメイクしなきゃって、えー、気持ちを入れてないと、急げっていう意識を入れると、そうすると、急げっていう物質化を起こしてるんですね。で、愛してるよーっていう意識を入れると、ポチョンってやるとこう、愛してるよーっていう波を出現するので、それで出てくると。 正、えー、言さんがよく、ね、おはあの顔洗うときに手の角度きれいだなんでこう、めでるっていうことをおっしゃるんですけれども、そのめでるっていうことをやっているのは、まさに自分に愛をかけるという、ンってこう意識を垂らして、でごめんなさいね、えー、意識を垂らして、ぽちょんとめでるっていうことをやって。 で、皮膚をそれで出現させてていいまますすよととうことをやってますでじゃあ自分のことをめでるってそんな恥ずかしいという方も多くいらっしゃると思いますので、自分のことではなくてですね、自分の肌はあたかもまるで他人の誰かね、自分の大切な人とか、えー、犬猫とか、大切なものに触るような感じに、ワンワン可愛いいとかね、うちの赤ちゃんかわいいみたいな。 感じのこのメデルっていう意識をこう入れてあげるとそれでポチョンってこう出現するのでどん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 こうね輝きを増していきますなので重要なのはあの細胞の方を意識するのもすごく重要なんですけども細胞のもっと根源の自分のお肌のねミクロの層素粒子層をゼロポイントフィールドから出現させるときに私からの愛のフォトンでゼロポイントを揺らしながら 素粒子を出現させててその結果細胞にななっいますすよという形なんですねこれを開花メイキング開花メイクっていいます開花クッキングとか開花メールとか開花散歩とかね開口ウォーキングとか開花ドライブとかいろいろあるんですけども 愛を広げながら、感謝を響かせながら、えー、何かをするということをね、開花クッキングとか、えー、伝えてるんですけども、ぜひこの、ね、開花メイキングということをね、えー、自分で体感されながらやっていっていただければと思います。で、体感を深めていくにはですね、やっぱりこう多くの皆さんと場を揺らし合うっていうのを、ねえー、感じていただければ、ものすごく強烈に自分の意識がすごくこう動いていきますので、こちらのです、ね、開花2でセミナーが4月に大阪で 9月8月と東京大阪、東京大阪って開催されるんですけども、このところで1回こう入っていただいて、あこんなにこうね、自分の振動数ってすごくこう美しいものがあるんだとで、一体感ってあるんだっていうのを感じていただければ、皆さんもますますこうね、整った状態になっていくかと思います。えー、そのような形でですね、ぜひ皆さんが毎日毎日毎日やる所作、 行為をですね、このめでる愛を響かせる、そこから物質化させるっていう風にね、やっていっていただければ、皆さん、ますますこう、美しい輝きを響かせて、その美しい輝きがね、いろんな方々に響いていくし、多くの方々に、皆さんから、あなたから、めでるっていう幸せを響かせて、そのね、周りの動いのある方々も、美しさをね、響かせ出していっていただければと思います。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。